平成26年4月6日、今年も阿蘇市一宮町宮地の門前町商店街でお座敷商店街が開かれました。このお座敷商店街は、商店街を訪れた方々に畳の上でくつろぎながら食事や買い物を楽しんでもらおうと、中町通り繁栄会が主催したもので、今年で6回目を迎えます。当日は天候には恵まれましたが、昼の気温が8度、寒さのせいか温かい食べ物や飲み物を求める人が多く見受けられました。門前町商店街に敷かれた畳の上では、買い求めたものやお弁当を広げて思い思いに楽しんでいました。満開の桜をめでながらのお花見、気の合う仲間たちとの会話に花を咲かせていました。